はい、こんにちは。昔の道具ミングたちです。今日は機械島の話をします。いきなりミングじゃないんかいって突っ込まれそうな感じなんだけど、農工場って言ったら農具を引っ張ったりとかする動力ですからね。エンジンができるまではほとんどの動力として動物っていうのは使ってたわけですから、全然ミングとしてね、この場で話してもいいんじゃないのかなと思うんですけどね。機械馬って書いてトカラ馬って読むらしいですね。ね、でね、機械島にとってね、このトカラ馬っていうのは本当にね大事なものなんですよ。ね、どうしてもね、もうご多分に漏れず、トラクターができて機械化されていったら必然的に使い道はなくなってくるっていうことでね、どうのか昭和30年代ぐらいですかね、そのくらいにはもうなくなってしまったんですけどね、農耕馬を使ってたっていうんじゃないんですよ。農耕馬を産業として育ててたんですよ。種付けから育てて農耕馬として売ってたんですよね。だから結構ね、日本中に売ってたみたいな感じなんですけどね。これがね、写真見てもらったら大体わかるかな。もうほとんどロバです。ちっちゃい、なんかね、背中のあたりまで1メートルから1メートル20ぐらいしかないらしいんだけど、日本の在来種の中でも最小クラスです。一番ちっちゃいクラス。やっぱね、島でね交配させたりしてるわけだから、もう外来種が一切入ってないんですよね。だからね、ちっちゃくてね。でもそれでもね、やっぱ南の島で育ってるわけだから暑さに強いですよね。ね、でやっぱり力も強い。で主にね、機械島はサトウキビを主な産業としてますから、このサトウキビを絞る機械をこうね回すっていう、これもお話しますからね。これも本物があるんですよ。写真もあるん、使ってる写真もあるんですよ。だからこれも話しますからね。次回というか次の機会に。ね。要はそういうような感じでね、すごく、大切にしてたんですけどね。これも、どんどんなくなってしまってね。その育ててた最後の馬が1990年、平成2年ですね、に最後の一頭が亡くなったんですよ。もうね、島としては残念ですよね。残念でたまらないんだろうけど、もう最後の一頭が亡くなったからという、これをもう剥製にして、これで保存してくれということで、白線になってるんです。それがこの写真です。ね。だから許可をもらって撮影してますから、ちょっと小さく見えますよね。そういうこういう馬なんですよ。で、まあそしたらとりあえず島から離れましょう。島から視点を離して農耕馬っていうものを考えてみましょう。ね。大体ね、農耕に使う動物ですよね。牛か馬なんですよ。ね、日本中牛か馬を使って、こう、いろいろ農耕をしてたわけですよね。ほんでね、愛媛県はね、ほとんどが牛です。牛を使ってました。ね。ほんでね、牛と馬との決定的な違いは何なのかって言ったら、力なの。圧倒的に馬の方が力が強いんですよね。ね、
だからね、愛媛県でもね、庄屋さんクラスは馬を使ってただろうというのは、馬じゃないと引けないだろうっていうようなものもあったんですよ。だからお金持ちというかね、大きなところをやってるとかいうようなところでは馬を使ってたかもしれないけど、基本牛です。安いですから。ただね、藩によっては、江戸時代の藩によっては、いざ戦争が起きた時にのために、こう馬をこう育てたり調教してたりしたら、それは幕府から睨まれますよね。お前歯向かう気かっていうような感じになりますよね。だからね、とんでもございません、そんな気はさらさらありません、これは農耕馬ですっていうことで、あえて農耕には馬を使わすっていう藩もあります。まあお金持ちなんでしょうね。加賀百万石、ああいうところは馬を使ってたんじゃないのかなと思うんだけど、いざという時に使えるっていう、そういう感じで馬を使わしてた藩もあります。でもね、そもそも論なんですけど、日本の在来種がこの喜界島のドカラ馬みたいなもんなんですよ。愛媛県にもね、あるんですよ。今治に野間馬っていう在来種が、これもね、やっぱりね、ちっちゃいです。ちっちゃくて足が太くてね、これはね、行ったらね、まだ乗れるんですよ。乗馬もできるっていうような感じで、牧場を作って観光でやってるんだろうと思うんだけど、そういうような馬がほとんどだったはずなんですよ。だからね、実際ね、農耕で使ってた馬を突然持ってきて、槍をこう振り回しながら、やいや我こそはとか言って、おおおなんか言って、できるわけがない。そもそも農耕はそんな走りません。そんな長く走れないです。力は強いんですよ。今ね、時代劇とかで乗ってる馬とかいうような、乗馬に使う馬は西洋の馬が入ってきたもんだから、すごく足が長くてね、走れる馬です。だから言うたらね、スポーツカーです。農耕馬はジープです。ひょっとしたらキャタピラーかもしれないぐらいの、そういう馬です。だいたいね、日本軍が騎馬隊を結成して、まともに騎馬戦として勝負ができるようになったのは、日露戦争の時、秋山兄弟のお兄ちゃんの方、秋山義夫だったかな、それが騎馬隊を作ったんですよ。その時はもうすごい馬を輸入して、それまではそんなにね、西洋の馬みたいなことはないんです。でもね、でも戦国時代に武田の騎馬隊とかがあったとか言って言いますけど、やっぱ騎馬で勝負はしてないと思う。やっぱ何に使うのかといえば、物資の運搬ですね。運搬に使うのは農耕馬の方がいいですよね。だからね、中国の大返しとか言って秀吉がやったのは、こう馬に乗ってガーッと走って帰ったんじゃないんですよ。ほとんど走ってるんですよ。ほいで荷物を馬に乗せてるんですよ。ね、そういう感じなんでね、本当のね、騎馬戦っていう戦いで、馬を使って馬に乗って戦うとかいうようなのは、実質的に農耕馬で、ちっちゃな、ロバみたいな馬でね、できないと思うんですけどね、どうなんでしょうね。あんまり根拠はないんですけど。ほいで、とはいえ、
話がありますよね。山内和豊が嫁さんの松に馬の品評会の時に恥をかいたらいけないとか、ここで目立たないといけないって大枚はたいて、お金をすごいお金用意して超一流の馬を買わして、こうやって目立たせたとかいう話ありますように、やっぱ大きないい馬っていうのは目立つんですよね。で強そうに見えるんですよね。だからね、やっぱりね、そういう資金力があるとか言ったら、そういういい馬を揃えてくるわけですよ。だからね、四国にね、長宗我部元親っていうかっこいい武将がいたんですよ。土佐の小さなところからね、どんどん強いんですよ。で四国を平定して、我が愛媛県伊予の河野氏も簡単に滅ぼされたという、長宗我部っていうのがいるんですよね。それが明智光秀とのが仲介して、信長との仲介をして、四国は長宗我部任せるから平定しろって信長に許可をもらってやってたんですけど、まあやっぱね、子供が可愛くなってきたんですかね、信長も急にね、やめたと、お前コーチだけだいう話になったんですよ。それでね、もうね、明智光秀の顔は潰れるわ、せっかく取った分を無下に取られるわ、でもへーってなった時に起きたのが本能寺の変ですよ。それで四国征伐が一旦終わったんですよ。でもその後に秀吉がバーッと日本中統一してね、で長宗我部も言うこと聞けということになったら、ふざけるんじゃないぞと、お前らごときにやられるわけないだろう、わしら四国平定する長もさぞろいだぞと、来るなら来てみろって、ぐらーっとこう在来部馬に乗ってから、こう野間馬みたいな馬に乗ってこうやって行ったら、秀吉軍が超でかい馬に乗ってガッと揃ったわけですよ。ねえ、そしたらね、まあパッとこうやって正面見た瞬間に、無理、絶対無理、絶対勝てない、こんな無理、ごめんなさいってなった、馬の違いだったっていう話もね、これほんま本当か嘘か知りません。でもね、そういうような感じでね、どうせね、長宗我部もね、今治の野馬馬みたいな、もう喜界島の男から馬みたいな馬に乗ってたんだろうと思いますね。だからそれは仕方ないです。そういうような感じでね、全然ね、馬の大きさとか違うんですけどね。でね、もう今現在でもね、そういう感じで野馬馬のように残ってる馬っていうのが 7-8種類はあるらしいんですけど、残してほしいですよね。決してかっこいいもんじゃないんです。ちっちゃくてね、足が太くてね、短くてね、ポテッとした感じで顔ばっかり大きいみたいな馬なんですけどね、これが日本の在来種なんです。残してほしいですね、とかいうようなことで、ちょっとおまけですね、そのトカラ馬のこの口のクルワも展示してあったんですよ。このクルワ木製なんです。僕初めて見ました。いいですね。ちょっと画像載せておきますんで、そういうような感じでぜひ見てください、ね、今日は農耕馬ということで、まあ、最近話が長い、申し訳ない。でもね、まだあるんですよ、まだいっぱいあるんですよ。次の機会にお話しさせてもらいますから、今日は農耕馬について、喜界島の農耕馬についてお話ししました。ありがとうございました。ウィッ。